皆さん、こんにちは。吉田達也です。はい、本日のヘアアレンジはこちらです。はい、こちらのアレンジは、以前インスタグラムで上げさせていただいたのと、あとはヘアアレンジセミナーで皆様に、ご紹介させていただいたヘアアレンジです。で、水編み2本で簡単にできますので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、では早速アレンジしていきたいと思います。はい、それではアレンジしていきたいと思います。で、まずブロッキングがここの耳後ろの部分からギザギザに、ハーフアップのブロッキングですね。はい、ここ2つに分けます。で、2つに分けて上の部分はしっかりと手ぐしで解いていただきます。水編みです。で、巻きつける方法は、こう巻きつけますので、こういうふうに巻きつけていくので、片方はほぐさなくて大丈夫です。この外側の部分に来るところをほぐしちゃいます。はい、外側ほぐしました。で、この水編みを団子に巻きつけてピンで留めちゃいます。はい、これでほぼ完成です。で、あとはほぐしていきます。真ん中ほぐして、で、サイドほぐして、その間で、あとはもうちょっと微調整になるんですけど、ちょっといろんなとこほぐしていただいて、バランスよくほぐしていただければ完成かなと思います。まあ、ちょっと鏡を見ながらほぐしていただくとやりやすくていいんじゃないかなと思います。
まあ、こんな感じですかね。はい。で、もちろんベースは波ウェーブにしていただいても大丈夫ですし、このお団子の部分に関しては三つ編みしなくても全然大丈夫です。で、もちろんハットにも使っていただけるヘアアレンジですので、ぜひ試してみてください。はい、それでは本日もご視聴ありがとうございました。